忘れちまったが俺だよ、俺ハンバーグだよ、ハンバーグ10ミスできちゃった。CB なんで、ボスなんで、はい。おはようございます。あ、今日寒いんですいませんでした。頑張ってください。いや、頑張ってくださいじゃないですよ。俺だよ、俺ハンバーグだよ、ハンバーグ G、はい、はい、ありがとうございます。痛い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 。足取って、足取ってください。やられてます、足やられてます。今痛い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 痛CB をねカスタムして、ヒロミさんも動画でちょっと気にしてくれてたんですよ、この間仕事で会った時に。で、店行っていいですかと。おいいよ来いよっていうことで、芸能界の CB のボスってヒロミさんでしょ。そうですね、俺の中での認識は、旧車のやつ乗ってるから。だからその CB 先輩に、うるせえなお前、うるせえんだよお前、そのところでよ、まさから何やってんだよお前、迷惑なんだよ迷惑。 CB 見せに来ました。ふざけんじゃねえよお前、自由。本当迷惑。わかりました、すいません。今俺これどけるから、はい、バイクここに向けて。わかりました、わかりました。迷惑だからね。見せたくて、まあ、見せたくてっていうか、俺そんなに人の見たくないんだよ。いや僕が見せたいんです。見せたいのね、はい、やっぱ CB の芸能界のボスじゃないですか。俺が、はい、なんでそうなの。僕勝手にそう名付けましたけど。ああ、まあ僕 CB 好きですから。はい、川崎よりもホンダ。はい。ホンダ派。ホンダ派。うん。CB です。乗ってまいりました。ちょっと見てみます。これ。ちょっとここ今開けます。はい。ヒッシュ89。ちょっと、おい、ちょっとお前、おい。ちょっとお前、おいが出ました。すいません、お世話になります。いいね、これで鍛えなきゃダメなんだよ。そうですね。何でもかんでもすぐにできるもんじゃないんだよ。わかるどうしたちょっと機嫌悪いですか。機嫌悪いですか。すいません、あれちょっと機嫌悪いですか。機嫌悪いよ、お前。おかしいな。お前みたいに俺スタッフ使ってやってないんだから。それもう前も本当におっしゃっていて、ね、俺なんて何もできないですもん。この間おさだも来たらさ、おさだもスタッフいっぱい連れてきてさ、風呂入ってたやつですよ。風呂入ってるやつ、はいはいはい、すっごいスターみたいな感じで来んだよ。おさだと向井ですか。そう、生意気ですね、あいつは。お前なんだよ、お前もこんないいカメラ持ってきてさ、なんだよ本当に。俺なんかいつも一人だよ、お前トコロチとこ行くときも一人だよ、お前こうやって憧れでしかないですよ。今もだ中で一人で回してましたもんね。そうだよ、声だけ聞こえてました。もうこれで一人でお願いします、ね、CB をちょっと出ました、こちら。あ、 CB です。いかがですか。とにかくこれをヒロミさんに見ていただきたくて、ちょっと失礼させていただいていいですか。何ですか。お願いします。あ、僕のね、はい、声をね。あ、そうですか。素敵な声を取りたいです。はい、これちょっと分かんのかな、これね。そもそも CB2013 年の、現行のやつを、いろいろやりました。はい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 。タンクをまずは、タンクをどうしました。これタンクちょっと縮めました。5センチを切って、切って半分に切って溶接して、溶接して、はい。で、当然色も塗ってはあります、あとシートも、一からこの、薄い感じでシートを作って、はい、どうしました。びっくりした。はいはい、いやいや、いいんですよ、いいんですよ。でシートを作って、はい、フレーム切って、フレームも切りましてね。でこここうやって、はい、溶接して、私これ切ったんですよね。これね、ここ切って、はい、切りました。でこれね、ちょっとちょんちょん強いですね、はい、これつけて、あ、ちょっと強いですね。ちょっと爪が結構詰めていっちゃうんで、傷が、ね、はい、で、はい、でここも見てください、このサスブラックオレンズ、オレンズ、はい、オレンズを入れて
はい、でこのちょっとローダウンしてるんですね、はい、ちょっとね。あ、してます。ちょっとね、はい、ちょっと下げてます、うん、足つきは多少良くなってますね。 CB 僕の身長だとちょっと足つき悪いんですけど、 CB ってもともとね、なんかね、はい、なぜかあの足つきがあんまり良くないんですよ、あの昔から。おもうそれはもう K0 からあの、はいはい、なんかちょっと足つきが悪いっていうのがあって、そこがちょっとね解消は多少されてます。うん、でこれマフラーは中古で CB 買ったんですけど、もともとついてたあの森脇のマフラーで、こっちに1本ずつの出汁だったんですよ、うん、それはこっちの2本出汁。そうなんです。ひろみさん、まあ、CB の一番いいところは4本出汁なんですけどね。あ、やっぱりね、そうそう、やっぱ4本出汁がこう CB っぽさがあって、はい、まあこれちょっとねこっち側だけちょっと CB っぽいですけどね、はい、そうなんです、うん、多少スマートにより見えるかなと思いまして、うん、あとあのタイヤがタイヤファイアストーン、ファイアストーンです。ファイアストーンにして前から見るともうすごくかっこいいんですよ。僕前からが本当に好きで、このエンジン、うん、このシリンダーヘッドもこう含めてですけど、どんどん出てる、太った感じが、タンクをあのちょっとこう、どうぞ、縮めたんで、縮めたから、はい、あのエンジンが見える。そうです、こう上から見た時もこうぼってりとね、エンジンをこう抱えてるように乗りたいっていうね、はいはい、そういうことなんだね。でこのハンドル周りもすっきりとさせております、うん、まあね、まあもう普通もう、もうメーターだけしかないっていうね、はい、イグニッションこっちに移したんだ。あ、そうです、こうです、イグニッションこっちにやります、ね、はい、こっちに移して、はい、うん、いやー嬉しいですね、芸能界のボス。なんでボスってCB のボスに見せていただいて。いや、僕のはだってほらもうこういうあの昔ながらの CB だから。めちゃくちゃ渋いっしょ。これ CB 君すげーなー。これでもあれなんだよ、はい、こんな鳴りだけど、はい、あれなんてこのどれですか、この CB、 どの CB、 この CB、 この CB、 この CB なんて、はい、何気ないけど、はい、ものすごいあれだからね。これ何がどうなの。これはもうあのエンジンもいじってるからエンジンもボアップしてて、でこうあの吉村のハイカムとか、はい、クランクを軽量化したりとか。クランクもやってる。クランクもだからね、ちょっとこれかかるかな今日。ちょっとね、機嫌がどうか分かりませんけど、はい、ちょっとやってみましょうか、はい、これね、おい、このね、この4本出しでこの上がり具合、はい、この上がり具合はね、なかなか出せないんですよ。これもうね、ちょっとあのレーシーな感じのエンジンにもう仕上げてますから。これもう吉村のね、あのキャブも吉村の。ひろみさん、キャブ変えますよね。やっぱ古いまんまだと、はい、形はいいんだけど、はい、ノスタルジックで、はい、でもちょっとこう走り、これはもうエンジンやっちゃったから。これボアップして750からどうなってるんですか。多分800ちょいぐらいなんだと思う。もうそれはなぜかというと一回もう開けてるから、ほんほん、エンジンばらして開けてるから、もう開けたついでにボーリングして、うん、もうあのピストンをもう入れ替えてる。これは吉村のピストン、そのまんま。ちょっともうよくわからない範囲の話になってきた。だからこれはね、ものすごいよ、ものすごい。一回出してエンジン削って広くするんですか。そうこれで中のクランクってこう、はいはい、あるじゃん、こういうガチャガチャになってる、うんうん、はいはい、あれを極力こう無駄なところを削ってバランス取って、あの回転してもこうブレないように、そういう屋さんがいるのよ。あのエンジンのそういう部品をそうやって、そういう屋さんがいるわけ。それでバランスをちゃんとこう本当にぶれないなっていうのを全部取って、それを組んでるから、
すごい回転がスムーズなの。なるほど、滑らかに回るんです、ね、そう、どうしてもそこは重いから、はいはい、どうしてもこう重ったるくなって、うんうんうん、この CB は結構それが 重いのね。へえ。でそれをこう全部、そうか、 CB ってなんかなんとか全体的にその取り回しが重いというか、重量も重いし、重量も重いし、そのエンジンの構造も、はい、このやっぱ本田宗一郎さんが作ったこのエンジンの構造が異常にややこしい、はあ、この Z なんてもうすごい簡単に、はい、エンジン開けると、うん、あ、こんななんだってっていうぐらいシンプルにできてる。だけどホンダはいちいちこうミッションとかそういうのもすごい複雑になってたりとか、なんか技術の塊なんだよね。さすがですね。そう。だからこれさっき言ってたこっちと、これ4本出しってもうこれがもう CB の一番あの俺の憧れのところ。これはもう俺は子供の頃に CB オートバイを見て、はい、かっこいいな、うんうんうん、いつかオートバイ乗ったらって、はい、七半ライダーの光くんとかね。七半ライダーの光くん、あれ CB 乗るのに七半ライダー知らないで言ってる感じ、やばいな、あらやだ、ちょっとまずいなこれ。七半ライダー光くん、 CB 乗りはみんな知ってんだよ、みんな全員。それに憧れて僕はあのスタンドでバイトして CB、 僕はその当時は CB400、400フォアっていうのを乗って4方で。そう、はあ、でもこれその時は大型だから、はい、限定会場だったから16歳の時は取れなかったから限定会場ね、あのこれに憧れて、はい、あれ今日なんか走りたいって言ってたやつどれですか。あ、これ、あ、これ GT55 ね。うわーすげえ、これが最近手に入れたやつですか。これはね、去年の、はい、去年の誕生日の時に、はい、あ、誕生日に毎年ご自身のプレゼント、そうやってるんだけど、それで、はい、まあ別にそんなに欲しくもなかったんだけど。そんなに欲しくなかったの。だけど3パチだと、うん、こうキックでかけるのよこれね、はい、だけど55になるとセルでかかるのよ、ピンって。55はセルがついてて、55と GT7 半は、はいはい、だから蹴らなくていいから楽ですって。楽だから55買って綺麗に、もうこれ もうボロボロだったのをまた綺麗にエンジン磨いたりだとかなんだとかってやって、でも部品が全然鈴木って出ないんだよ。これはね、これはすごいです。すごいですねこれ。え、こんな後ろテールなんですか。そうだよ、大体みんなそうじゃん。鈴木って大きいんだよね。鈴木ってでかいの。でかいの。これだからあの全部流用してんだと思うんだよね、 GT7 半とか。あー、ここはね、そういうの。へー、こんななってた。これも本当は4本出しなんだよ、ノーマルは。あ、そうなんですか。4本出し、4本になってて、この、これの GT7 半っていうのが、はい、ワイルドセブンの。あ、ワイルドセブン、ワイルドセブン知ってるよね。ワイルドセブン、ワイルドセブン、はい、知ってるよね。名前だけ知ってます。え、ワイルドセブンで使われてたのが GT7 半なのね。あれ、そんなことも知らないで。いや、僕にわかなんだよね。なんか芸能人のさ、あのバイク好きの人ってあれだよね、なんかあれでしょ。ひろみさん、にわかなんて絶対言っちゃダメ。いや、 にわかじゃん、お前。芸能人になってあれでしょ、お金持って、あのでしょ、お金持ってハーレー買っちゃったタイプだろ、あのソープみたいな。ソープはまた言ってるあのね、ひろみさんだけよまだ言ってんのそれ。いやいやいや、本当に今ね、芸能界みんなオートバイ乗ってる人多いし、うん、増えました、増えたし、はいはい、すごくいいと思うし、うん、だからオートバイ楽しいって。ただ僕の場合オートバイ集めたりとかね、直したりとかするの好きなんです、うん、ですけど、そんなに走らないっていうね、うん、ここ最近で一番走ったの、お前と東京からここに来たっていう。あのカブで、うん、あれが一番走った。走ったっていうほどのものじゃないですか。 あれが一番走ったね、ずいぶん走った。あれ遠かった近い、遠かった、すぐ着く、あれはね。そういった意味じゃ俺の方が走ってますよ。じゃあ、いや本当走ってると思う、はい、だからみんな今オートバイ好きの人たち結構走ってるじゃん、うん、いつかそういう人たちと本当にあのツーリングに行きましょうよ。それ前もなんか言ってたじゃないですか。だって俺そんな友達じゃないじゃん。いや、ひろみさん、だって友達じゃないのに誘ったらさ、悪いじゃん。そんなことないですよ、俺友達とかじゃなくてもう本当子分ですから。いやいや、子分とかじゃなくて友達じゃないからさ、
そんな、おい、ちょっとツーリング行きませんかみたいな。行きますよ。誘えないじゃん。河口湖行きますよ、ちゃんと走って。河口湖はいいですけど、なんで来てほしくないって急に河口湖はまだお前早いみたいな感じ出してますけど、そんな中でもないかなみたいな。そんな中でもないでしょ、まあ、ちょっとどっか走りたいじゃないですか本当はね、はい、本当は今日これで本当はこれで走ろうか、走ろうかなんてね話してたんですよね。これでもいいんだよね。じゃあカフェ同士でこれあげちゃう、あげちゃう晴れ、あげちゃうの、これあげちゃう晴れ、かっこよくない？これむちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これ YouTube、 俺の YouTube 見てる人にあげちゃうの、もう抽選するんだけど。もったいなくないですか。もったいないっちゃもったいないけど、なんでって言ったら。なんであげるんですか。乗らないから。これね、うん、かっこいい、かっこいいじゃん。むちゃくちゃかっこいいですけど。むちゃくちゃかっこいいんだよ。これを乗りこなせる人いんのかな、ね。これめちゃくちゃかっこいいじゃん。めちゃくちゃかっこいいんだけど、うん、めちゃくちゃ乗りづらいのでしょうね。このスタイルがやっぱおじさんにはきつい、きつい。いやもうね、こっからちょっと走っただけで、うん、いや手首もうね、おじさん関節固くなってきてますからね。いやこれが本当にそうで、毎回かっこいいから、あ、じゃあちょっとこれで行ってみようって思って乗るんだけど、はいはいはい、やっぱもうダメなのよ。これでいや、こんだけ乗りづらいんだから、もうこれは格好がいいって飾っておくだけだとかわいそうだから、うん、乗りたい人にね、はい、分けようと。本当に欲しい人に、うん、もらってほしいじゃん。それがいいですよ ね、はい、だから、俺のこういう T シャツとかさ、うん、キャップとかあるじゃん、うんうん、それを買ってもらって、うん、それに宝くじがついてるので抽選するの。だけど本当に欲しくなかったらさ、買わないじゃん、めんどくせえから。なんか別に売りたいわけじゃなくて、もうほらめんどくさいことを乗り越えて、それでもこれが欲しいよっていう人にあげたいわけ。誰でも、あ、じゃあくれるっていうから応募しちゃうぜなんてなるじゃん。お金配ってるおじさんじゃないんだから。そうじゃないんだから。俺はだってさ、ゾゾの人じゃないんだからさ俺はゾゾの人じゃない。俺ゾゾの人じゃないんだよ。俺一人バイク王の人だから一人バイク王、一人バイク王だ、これは BM ね。これはね、ちょっとだけ この BM だけを直してる茂木くんっていうのがいるんだよ。これ梱包してあるんで、うん、俺のね、マフラーね、はい、じゃあこれはハンバーグ師匠 YouTube チャンネル、最後までご覧いただきありがとう、いやありがちゅう。チャンネル登録よろにくね。ハンバーグ。